皆さん、こんにちマーてん、大のミラクーボーキングタケです。今日の山形県ですが、確かに大幅に減ってます。まさかまさか、鶴岡市で一人感染者が出るとは思いませんでした本当に驚きました出ると思わないです、全く。本当にびっくりもんですよ。もう感染者の人、本当にことわりできませんまあ、減っていくることは嬉しいですが、今日の東京都の速報値、今日から4時45分に変更になりました。ご了承ください。改めて新型コロナウイルス支援プロジェクトをして、綾香さんで虹色聞いてください。 これから始まるあなたの物語ずっと長く道は続くよ虹色の雨降り注げば空は高鳴る眩しい笑顔の奥に悲しい音がする 寄り添って今があってこんなにも愛おしい手を繋げば温かいこと嫌いになれば一人になってくこと一つ一つがあなたになる道は続くよ 風が運ぶ希望の種。光が夢の蕾になる。な <laughs> くしたものを数えて、 瞳閉ざすよりもあるものを数えた方が瞳輝き出す あなたが笑えば誰かも笑うこと乗り越えれば強くなること一つ一つがあなたになる道は続くよララ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  これから始まるあなたの物語ずっと長く道は続くよ一度の雨降り注げば空は高鳴るみんなでステイホームバイバイ